小泉先生、ありがとうございます。こちらこそ先生、ありがとうございました。それでは小泉先生にですね、先ほど片桐西の実践と転がし遊び の実践、片桐西についてはこちらに先生が、お書きくださってはいるんですけれども、感じられたことや大事な点などを少しお話を伺えればと思いますが、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。私今秋田先生がご紹介くださいました片桐西幼稚園ですね、その本質的なお話というのはとても大事だというふうに感じながら聞かせていただいておりました。このソニー教育幼児教育支援プログラムっていうのは最初から秋田先生、それから小林昇先生もいろいろ深く考えられてスタートされたわけですけれども、とても大事な点は単なる早期教育ではないということなんですね。つまり幼稚園保育園の科学教育って言いますと、すぐに思いつくのは小学校から始めるのをもうちょっと早く科学教育を始めればもっと科学するそういう能力がつくんではないかと考えられないことはないわけですね、一般論から言えば。でもそうじゃないわけで、ずいぶん初期には議論させていただいて今のような形に少しずつなってきたと思いますけれども、そこのとても大事なところは科学する心なんですね。ですからまさに根元のところをどう育むかということで、小さいうちから何か覚えたりですね、ちょっと高度な小学生がやるようなことを幼稚園からやると、そういうことが全く違って、逆に今度は科学っていうものは一体何だろうということをよくみんなで考えて、それでその科学で本当に大事なことは何なのか、それを小さい時からそういうような気持ち、心、そういうようなことのできるようなですね、子どもたちに育ってほしいということからスタートしたのがこの幼児教育支援プログラムだと思うんですね。そういう意味で先ほどの片桐西幼稚園の試み、一見すると忍者ごっこなんです。ですからさっと読んだ時は私も忍者ごっこ、でも待てよというふうに読ませていただいた時に感じたんですね。つまりその忍者ごっこなんですけれども、すごく子供たちがですねそこに入り込んでたら、ただの面白いってやる忍者ごっこと違うものがそこに現れてきてた。で、例えば忍者になって他のものに変身すると、で動物に変身するときにですね、その動物らしくするにはどうしたらそれが実際可能なのかっていうことで、子どもたちは動物園にまで行って、動物を見たっていうことも伺ったんですが、そうやって実物の動物の行動をよく見てるとですね、そうするとその動物らしさっていうのがだんだんその一生懸命こうでもないああでもないっていう時に、その子どもたちの行動の中から少しずつ子どもたちが理解始めるわけですね。そうするとなぜ動物らしさっていうのはどこから来てるのかと、そうすると実はですね、例えばペンギンだったらうまく泳ぐというそういう機能と結びついている。だから忍者ごっこっていうとですね、普通形何かものになるっていう時に形から入るわけですけれども、でもそうでなくて本当に本気で一生懸命熱心にやってったら形から機能ということが見えてきたという、そこがすごく大事なことだと思うんですね。それはギブソンという人がアフォーダンスという概念を出したんですが、日本では東大の佐々木先生がそれを日本に紹介されてとても大事な概念ですけども、それを思いついた時のプロセスとですね非常に近いものがあるんじゃないかと、そういうことを感じたわけです。そんなことから大変にユニークだなというふうに感じたのが私の感想でございます。審査会を一緒にやらせていただいて、その、小泉先生のさらっと読むと、我々もさらっと読んだ後この待
てよがとても大事でありまして、その待てよのところで、それぞれの縁のどういう意味があるんだろうっていう時に、小泉先生がアフォーダンスで中ねっておっしゃって、で今話されたあの動物園とかその水族館に子どもたちが行って、私が特に心に残っているのがやっぱりクラゲだっただと思うんですけれども、あの最初、ナイロンテープで作ったものをフラダンスのように、腰にまつわりつけてこうやっていて、そうすると泳いでいる姿が、クラゲらしくクラゲでしたよね、クラゲらしくない。それでだんだん子どもはどうやったら一番クラゲが泳いでいるようになるかといって、で最後やってこうやってこう全体をあのやっていくと、それが、小泉先生が言われている、その多分クラゲが生態として海で泳ぐというためのこう機能というものと、実際にそのやっぱ海に生きるというあのものと、その形態というものが本質的なこう機能としてつながっていることを、子どもがこう遊びを通してもっとそれらしくなろうということによって、習得していくっていうんですか、そんな子どもはこういうふうに解説しないわけですけど、あのその実感みたいなものがとてもこう本質的だし、先生がこうやりなさいという外見を言ってるんじゃなくて、子どもがもっともっとって工夫でもっとそうなりたい、もっと近くなりたいと思っている時にそう変わっていくというようなところが、多分あの小泉先生が幼児期だからこそのその根幹とおっしゃった、科学するその根底のところを指しているのかなと思います。小泉先生がさっきあのそこで一番大事なことの一つがやっぱり倫理ですよねっておっしゃったんですけれども、その部分もう少しお話を伺えますか。そうですね、あの今のこのソニー幼児教育支援プログラムの中で審査の時に先生方といろいろお話している時に、その倫理っていうか、その倫理っていうとすごく難しい話みたいにちょっとなってしまいますけれども、そうではなくてですね、実はあの名前を出していいのかな、ちょっと差し支えるかもしれないからあの名前は出さないですけど、その大変にその世界で優れた仏教の指導者がいらっしゃるんですけれども、たまたまその方にが日本にいらした時に自分のホテルの部屋に来ないかって言ってくださったですね、でそれは大変にサイエンスに興味を持ってられる方だったものですから、それで私は随分お付きの人がガードするところへお邪魔をして1時間ほどお話をさせていただいたというか、教えて伺わさせていただいたんですが、その時に私どうしても伺いたいことがあって、一つ伺ったのは、たくさんのことがあったんですけど、一つどうしてもこれだけを伺いたい、倫理ってないですかってズバッと質問したんですね。ただその方はすごくあの考え込んでしまってですね、でもその後一言バシッとおっしゃって、ウォームハーティネスって言われたんですね。ウォームハーティネス、それからあとはカンパッションというふうに言われたんですが、つまり温かい心なんですね。倫理とは何か、温かい心。私はこれは本当にあの素晉らしい心だと、今あの言葉だと今でも思ってましてですね、倫理っていうと何か難しく聞こえますけど、道徳とか、むしろ倫理っていうのは温かい心なんですね。温かい心って何かっていうと、他の人の立場とか気持ちを分かってないと温かい心っていうのはやっぱり持てないので、そこがやはりサイエンティストにもすごく大事なところで、ともするとそういうところが抜けがちになるんですけどね、サイエンスで自然を知るような活動をしてるだけならば、それは変人でもいいかもしれないんですね。ちょっと変わった人と、そういう人もたくさんいますけど、一言は言えませんが、でもエンジニアリングっていう要素がだんだん今は強くなってくる。そうすると自然の中にないものを作るわけですよね。そうするとそれが事故を起こしたりすると、とんでもなく自然を汚してしまったり住めなくなったり、そういうことも結果として起こってくる。そこを
小さいうちからですね、やっぱり温かい心を持つというのを自然を通して、科学を通してそういうことが出てたら素晴らしいなというふうに考えてて、この点というのはこれからとても大事になるんじゃないかなという気がしております。温かい心、科学の、バリバリの、小泉先生からいつもこういう、こう審査会とかそういうところで出てくるのはより理科的にではなく、むしろこういう、こう松次哲郎がやっぱ人と人の間にある道は倫理だという日本的な倫理観をこう話されて書いていますけれども、そこにこう通じるお話だったというふうに思います。多分、最初小泉先生と一緒にさせていただいた審査会のどこだったか、園の名前が間違ってるといけないのでちょっと記憶はあるんですけれども、飼育の場面で間引きをするというような、どうしてもある植物を大きくしようと思えば、あるものを抜かなければならない、それに対して抵抗感を体の小さい男の子がどうしてちっちゃいのが抜かれちゃうんだってこう言いながら語っているような、実践記録がありまして、でこういう感覚っていうものが非常に大事なんじゃないかなっていうことを小泉先生が多分その審査会でお話しくださったような記憶があるんですが、ありましたよね。はい、すごく素晴らしい事例だというふうに感じました。やっぱりそういう気持ちを、そう自然を見たり自然と関わることによって、そういう気持ちが小さいお子さんに生まれてくるという、そこがすごくこういう活動というか、こういうその自然と対話をするというか、そういうことで大事なことじゃないかなというふうに思ってます。本当に先生のおっしゃる通りだと思います。ありがとうございます。ですから多分生き物でもその生と死であったり、さまざまなこう事例が出てきて、私どももこう読ませていただきながら、そこにやっぱりこう保育者がそれを、子どものそういうつぶやきをこうどう読み取って、見つけているのかっていうことを、単にこう新しい素材だとか変わった活動だというだけではなくて、一番根幹にあるのはそうしたところで、おそらくそれが先ほど小泉先生が自然を、山を征服するのではなく、それへの反省、自然を垣間見て、より深くこう共に生きるとか、そこからこう学ぶことの大切さというのを最後に聞いてくださった、感覚というでしょうか、共生というところとこうつながるのかなと思います。今日2つ事例が出たんですけれども、もう1つの、転がし遊びを先生がどんなふうに、ご覧になったか、ぜひ伺わせていただけるとありがたいなって。私は小泉先生とお話しすると、前も、前にシャボン玉遊びの時も目から鱗だったんですけれど、いろいろと縁で必ずシャボン玉やるわけですよ。色水とかシャボン玉とかで、そういうのにもいろんな工夫があるなというのは分かっていたんですけれども、小泉先生が、シャボン玉は被膜ですよね、これは今細胞の最先端のアイデアをこうやって子どもが経験してるんですよって話してくださって、非常に、感動したんですけれども、その話も含め、転がし遊びはいかがでしょうか。はい、やっぱりすごく面白いし、こういうことはまさにガリレオ・ガリレイが昔やったことを子どもたちがいろんな形で試してるわけですよね。とても本質的な話があるし、それからさらに進んでいくと、なぜそういうふうにその転がって落ちていくのか、どういう力を受けているかっていう話になると、本当に今最先端の物理学でもまだよく分かってないわけなわけです。その重力の本質で、とてもその教育の中で大事だと思うのは、よく例えばですけど、今の重力の例だと、例えば小学校あったり、あるいは中学校で、なぜ、リンゴは木から落ちるんですかって質問されたときに、その時にはそれは万有引力の法則があるからって答える場合が多いわけですね、学校の場合は。でもこれ答えになってますかっていう感じがいつもしちゃうわけです。だって万有引力って言っても、そういうような落ちる現象、そういうものを説明した言葉、説明したというよりも言い換えた言葉だから、
トドロジーなんですよ。子どもたちが知りたいのは、そういうふうに例えば物が引き合うという時にどういう原理でどうして物は引き合うのか。だから地球と例えばリングも両方がお互いに作用して引き合うと、どうやってそれは引き合う力が出てくるんですかっていうのが本当のところなわけですよね。でもそこのところを説明しようとすると、いやまだ科学者が一生懸命努力してるけどよくわからないんだよと言うしかないわけです。だから教育で特に受験というものが今のような形で支配的になって、受験勉強が支配的になってくると必ず答えがあるっていう、そういうタイプの教育になっちゃうんですね。これは私はとても気をつけないといけないと思ってて、世の中の本当のことっていうのは分かってないことがものすごくたくさん、逆にそういうことを知ることによって子どもたちは、あ、こんなことも分かってないと、大人はこんなことも知らないのかと、だったら僕が頑張ろうっていう気がそこで出てくると思うんですね。それなのに物をすり替えて答えを出してですね、それで OK とする。そうするとさっきお話したようにピエール・キュリーのような例が出てくるわけです。先生たちがそれをやってたので、ピエール・キュリーはどうしてだろうって一生懸命考え込んでしまって本当の答えを探してたんですね。そうするともう授業で次のところへ進んでってしまうから途中がもう聞けなくなっちゃう。だから先生たちが君はノロマだって言ったそうなんです。で自分もそう思ってたそうです。他の人がどん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 あの先へ行くのに自分は進めない。でもピエール・キュリーがやってたことの方が本当なんですよね。だから私はこれから教育というのを少しずつそういう視点を生かす教育っていうのが必要になってくるんじゃないかなって感じてます。ありがとうございます。あの本質的な探究ってすごく時間がかかりますし、それを体でこう感じながら、やっていくというようなことを本当に追求しようと思えば、そのものと深く関わらない限り追求はできず、でそういうためにはやっぱ遊ぶっていうのは実は自分とその一体感というものが、ものとの間に生まれたり仲間との間にこう生まれてくると夢中になって、で多分そういう状況が非常に、大事なんだろうなと思いますし、今先生が言われた先生の方がドキッとしてこう答えを与えてしまったり、実はよく自分も分かってないんだけれども、なんか分かったように、説明をしてしまう、むしろ一緒になってこう探求してみるっていうことが、大事だよねということをお話しいただいたのかなと思います。この実践事例と直接関係ないんですけれども、昨日私、見た、幼稚園の事例っていうのがすごく面白くて、子どもがこう穴を掘っていたら、たまたまプラスチックの破片みたいなものがこう出てきたんです。でそれは一体、でもそれがプラスチックの破片だっていうことがよく子どもたちは分からなくて、かなり深いところから掘ったらこれは出てきたんだ、なんか骨じゃないかって言って、そうするとなんか生き物の死んだもののあれじゃないかなんていうのが、ちょうどお化けとか怪物とかヤマンバとかそういうシリーズの絵本を読み継いでいるクラスだったので、それが生まれると今度は次々とこう掘り始めて探求していく。で先生は分かっているはずなんだけど、すごく本気で子供以上に何だろうねって言いながら、なんかこう一緒に驚いてくれたりしているうちにどんどん発展していって、まあ、昨日は特別研究保育だったので骨が埋められていて、ですね、あるところの子供の方が土をよく知ってて、硬い土じゃなくてちょっと柔らかく盛り上がってるところなんかを掘り始めて、でもそんな先生の方も分かってるから、浅いところじゃなくてすごく深く掘ってるんだけど、子供はなんかこういろいろ探していって、それが何だろうって言って、すぐに面白いなと思ったのは
見つけた子だけではなくて走っていく子がいて、どこへ走っていくのかと思ったら絵本の部屋に走っていくんです。それでこう図鑑を見ながら、これはこのはずだとかあれだとか子供がすぐ言い始めるんです。でそういうのを見てると、日頃子供たちがそうやっていろんなものの探求の経験、まあ、すぐに言葉で本で分かろうとすることがいいことかどうかっていうことはあるんですけれども、そうしたこうあのことが生まれたり、それからよく見て、またそこから何だろうと思う、絶対そこでは先生は答えを与えなかったんですけれども、そういうことがすごくこう大事なのかなというふうに思います。すみません、転がし遊びの方も先生に伺ってよろしいですか。はい、そういう意味でのあの転がし遊びって実は拝見してて、私もちょっともうちょっと実験したいなと思ってたのは、あのコロコロコロって転がす時にいろんなのをあの転がしてましたけど、中でこうリングのようなものも転がってましたよね。でくる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 回転してる、落ちる運動の他にその回転するっていうのが一緒に入ってて、あそこもう少し突っ込んでったら面白いことできそうだな。例えばなんですけど、テニスやってる方はよくご存知かもしれないんですけれども、例えば同じようにあの叩きつけたような速い球の場合と、それから回転をすごくかけた球の場合、回転の球の方が実はスピードは遅いのに、その後受けるときとても力がいる。これは一方向に飛んでいくっていう運動エネルギーの他に、回転もやっぱり立派なエネルギーなんですよね。ですから回転することによって、そこのところにエネルギーが溜め込まれて、そのエネルギーの塊が飛んでいくという、落ちるときもそういうことがありますので、回転ももうちょっと考えると、いろんなことが遊べそうだなと、そんなふうに感じました。面白いですね。あの、途中で、諦める男の子が一人あの中にいるんですけれども、青い男の子が多分ちょっとよく見えないんですけれども、ガムテープの周りのような、なんか丸いものがあって、それを転がすので、単に落ちるだけではなくて、こういう運動になるようにやってるんですけど、こう詰まっちゃったり、まあ、その子の場合はうまく流れなかったんです。でその子はその後どうしてるかなって見ると、消えるんです、画像から。それで、あのと思うんです。あとでもう一人入ってくる子の方はもうちょっと小さい、いわゆる転がるものをやっていて、回転の女の子か男の子かわからないんですが、私から見ると男に見える、子供のやっている方が多分こういう回転がかかってるんだけど、うまくいかなくて、その後もうちょっと小ぶりのものでやった子が回転が入ったように思うんですけども、はい、おっしゃる通りだと思います。とてもやっぱりそういうところ、子どもたちいろいろこうまさにセンスフォーワンダーだと思うんですけども、ああいうことやりながら自分たちで工夫してるわけですよね。そういうのはとても素晴らしいなと思って拝見していました。面白いですね。そういう時にこう先生があのもしかしたら単に転がしてるというだけではなくて、その転がり方であったり、まあ、子どもがあの体感で何だったかな、あの、コロコロっていうふうに、言う時と、なんかこう擬音語擬態語を使いながら転がり方を言葉で表したりしていたんですけれども、そういうものにこう耳を止めながら、その転がり方をまた見てみると、あの同じ転がし遊びでもやっぱりスーッと落ちるときと、こういろんな回転がかかったときや、それからそこからこう飛んだときや、いろいろなあの見えがあるのかなと、今先生のお話を伺いながら感じたところです。そうしましたら、1回これ一部っていうのがこの時間帯なんですよね。はい、それで、一部で、1回皆様方から、まあ、この対談や今の事例などをご覧になってのご質問などを、今お手元に紙が配られているようなのです。でそれに、書いて、出していただけるとありがたいということなんです。それによって今度は第2部ではそれも受けながら、これまでの10年を、振り返りながら、お話などができたらということになっておりますので、休憩を挟みながら、ご協力をいただけますと助かります。